僕がファイターズでお仕事できる可能性がありますが、はいはい、今答えてくださいって言ったんですよ。ちょっと太ったじゃないですか。はい、言われます？言われますよ。言われますよね。あのファンの間ではね、ゆうやくんに聞いてほしいことの中に、はい、ダイエットはしないんですかっていう質問が来ております。はい、どう今してるのかどうなのか。もうその質問した人に言いたい、はい、あなたもダイエットしてますか。いやそれは知らないですよ。体型は知らないですからね。そんなんさ、うん、飯食う時もあるじゃないですか。ありますよ。食レポする時に、はいはいはい、体カリッカリな人がご飯食べてうまいとかっていうことが美味しく見えますかって、はい、あ、そういうこと？役作り彦摩呂的な。そう、カニマロだ、カニマロ。そういうことか。まあでもね、うん、あんまり大して体動かしてないんで、うん、それは太るわなと思ってるんですけど、はいはい、うん、まあ、特にダイエットしてるってわけだよね。もうちょっとね、見栄えのいい体にはなりたいなと思ってる。まあ、なりたいけど、まあ、ちょっと仕事柄ね。それは言い訳。そうなの？言い訳。あ、今現状はリアルエフタンって言われてるじゃない、あなた。リアルエフタン、ね、実写版リアルエフタン。よくないですか？どうですか？だってエフタンと並べてもらってるんですよ、僕今。ちなみにみんな、うん、みんなっていうか皆さんの、うん、エスコンフィールド来た時に、うん、サンレイ側の、うん、あの北海道っていうモニュメント、うん、あるの分かります？うん、あったっけ、そんな。あるんです、うん、F ネオバンクゲートの外、うん、外です、ね、あ、外ね、うん、北海道っていうあの L 字のモニュメントがあって、うん、そこに青いクマがこうやって覗いてるんですけど、うん、あれを皆さん F タンと思いがちなんですけど、うん、あれは F タンの親グマの F さん、うん、F さんなんかいるの？そう、親グマなの？親グマなんですよ、実は。親グマはそこにしかいないの？はい。ええー、実はね、きっと今頃こう出てると思うんですけど。マジで？ここにね。ああ、出てる？はい、これ F さん。今こうやって出てる。よく見たらじゃあ顔違うの？顔違うじゃなくて、あれは F さんなんです。いやちょ、そんなこと聞いてないの、はい、顔とか何かが違うのかっていう、外から見てわかんのかって。わかるわかるわかる。全然違う、全然違う。あ、そういうことね。へぇ。カキタンは？カキタンも出てくると思うんだけど、そのうち。リアルカキタン。リアルカキタン。あのアバターみたいにめっちゃ青塗ってくださいね。リアルカキタン出てくるよ絶対。そのめちゃめちゃ青く塗って、いつか出てくる。あのめっちゃ青く塗ってカキランドを仕事してください。カキランドでね。はい、任せて。さあさあ早くその僕に聞きたいこと募集してたじゃないですか。あ、見てくれたのあれ。見たっすよ。ちゃんと見てくれた。あえて反応はしなかったっすけど。あ、まあ今じゃあせっかくだからエスコンの話出たんで、エフタンの話がね。はい。ゆうやエスコンにこう携わってるじゃないですか。エスコンのおすすめのこうスポットというか。忖度なし？カキランドって言わないといけない。ないない。忖度なしですよ。新しくなんかできたでもいいし、今年から。今年からできたのであれば、スイングボックスってブランコのついたシート知ってます？あー、なんかで見たかもしれないけど、その現物を見たことないかも。ちょっとカキランドからは見えないんですけど。見えないでしょ？はい。3階っていうか、あの、レフト側のビジョンの、はい。はいはい。すぐ下。はいはい、って言ったらわかるかな、うん、ブランコ見ながらブランコついてるんですよ。ボックスのシート、ボックス席があって、あの中日にいたトニーブランコ、トニーじゃない、ブランコはついてる。観察したらブランコついてくるじゃない。あ、知らないでしょ。そう、ブランコ、そうそう、だからもうどうですか、野球場でブランコ乗りながら試合見れるってすごいね、うん、ブランコに乗りながら試合が見れる、うん、すごいね、うん。だから、ホームランボールが取るときに、動いてるから、バーンっていう可能性が出てくるよね。大丈夫。ファールゾーン。ファールゾーン。えファールゾーン。ファールゾーン。ファールゾーン。ファールゾーンだってでもこれ横じゃないですか、ファールゾーン。エスコンフィールドの座席はだって、常にピッチャーとバッターの間を向いてるんですよ、全部の座席が。そうなんだ。そうですよ。すげえ。そうなんです。それ知らなかった。そうなんですよ。絶対そこに向いてるんだ。そう。なんかね、いろんな球場行くと、こうやって座ってても、例えばそう、こうやって見ないといけない。大変だ。じゃない。モナリザは違う。ちゃんと自分が整体したところが、モナリザみたいなもんだ。それ違う。横向いてる。こうなる。こうなっちゃうから、モナリザが。何ですか？一つでもボケないと。いやなんかそんな縛り生活してるんですか？ないよ。ないけど、ちゃんと座った時にはまっすぐ見たら、そういう設計になってるんだ。あった？もう向いてるっていう設計になってるんで。すごい。
じゃあもうわざわざ体をこうひねる必要もないわけ、はいはい、モナリザモナリザだったらもうこうやってるけども別にいいんだこうやってこうモナリザだったらこうやってるけどもねこれね突っ込まん限りずっとそこをぜひ乗ってみてくれ、うん、そうそうあのまあ抽選なるんですけど何人乗りなんですか3人ぐらい乗れるかなそのブランコにはうんそういいですかもう一つやっぱ谷口優也って言ったら、はい、この女性人気ここはもう誰も否めないと思うんですよねあなたも自分で自覚してるでしょうけどありがとうございますあのプロ野球の愛でね、はい、もうそれはもうずっとねもう殿堂入りになるクラスじゃないですかやっぱこのモテエピソードっていうのをちょっと聞きたいなっていう、うん、モテエピソードってめっちゃ聞いてないっすよって言うじゃないですかほんとないっすわかるんですよないっていう気持ちはわかるんです、はい、中学生はどうでしたかでモテたとかはないっすけど、うん、え告白されたことないんですか中学校の時はあーありある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 でしょある何回あるの何回そのもうそんな数えられる程度数えられる程度じゃないですかそうだな一番初めて告白されたのは中学生中学生高校生はな高校生は無理です高校生は無理無理です何で無理ってあの野球で、はい、合宿生活ですなのあ、はい、合宿生活ですよね、3人間携帯持てませんああそう、はい、うちもダメだったけど俺持ってたけどあダメじゃんそんなことあったら僕のうちの高校は野球部、うん、全員親集合へえあそんなに厳しかったんだ、はい、俺はもうバレないようにダメって言われたことは基本でやっちゃうとやっちゃう人間だからダメって言われれば言われるほど、はい、なんでってなるの反発理由いや理由は何なっちゃうタイプだったんで、うん、思ってたんですけどもうダメ厳しかったんですね連絡を取れない連絡取れないんでああ、いや、わかる。連絡できる手段が一つしかない。公衆電話じゃない。そう。10円入れて、俺もやってた高校で。公衆電話ちなみに、うん、お金使えないです。テレカ？テレホンカードしか使えない公衆電話で。うわしかも、合宿場のロビーの監督が座る椅子のすぐ近くにある。うーわ聞かれてるかもしれない、いたら。だからいるときは誰も電話しないです。ああ、そうだよね。高校生のときなんてそんな青春なんかしてないですよ。あ、そうなんだ。もし戻れるなら、戻ってって言っても、うん、もう一回どう過ごそうかって言われると、うん、過ごし方分かんない。ああ、もうそれほどもう女性と別にね、いろいろする時間もなく、そうだって恋愛する時間もなく、合宿所と学校が離れてたんで、うん、毎朝走って学校に行って10キロちょっと。マジでマジ。走んの？10キロ。そう。朝から。なんか50分とかかかりますよね。50分1時間ぐらい。1時間かかるよね、ゆっくりだったら。で僕らはもうそのシャワーも浴びれないんで、なんかそういう制汗スプレーやら、ボディシートやらで綺麗にして。うーわ、マジ授業受けんの？そう。そんな汗だくのまま授業受けてた。それは女子もね。あんたあいつら。けどスポーツクラスだったんで。ああ、一緒一緒。離れてるんですよ。しかも、1年生スポーツクラス。うん、で、1年生も普通だった。塔が違うんですよ、ね。ああ。でも動物園、ね、動物園隔離されてるんですよ。はいはいはい。もうお前らは野球だけやってろと。いや、でもそういうわけにはいかない。うん、授業をもちゃんと受けなさいよ。受けなさいと。赤点取ったら、試合出れませんよ。ああ、いや、あったんだね。そうか。俺も一回ね、学校のテストの日ですよ。はい。起きたらもう授業始まってるわけですよ。高校生。高校生の、はい、合宿場で起きて、はい。で、これはもう間に合わない。やばいと。はい。だスリッパを隠して、自分の部屋でも寝てたわけですよ。これはもう間に合うわけないから。そしたらやっぱね、荒垣がいないって向こうでなったらしいですよ。テスト中に。それはもちろん監督、野球部の監督に連絡が行って、はい、監督がね電話してるわけですよ廊下とかで、はい、夜中に玄関何も靴もないしいないですけどねつって僕の部屋開けたらいましたねおはようございますおはようございますお前何やってんだちょっと寝坊しまして今精神統一をしてましためちゃくちゃキレられましたもう連れてかれて正座で説教ですそんな高校生でしたそれは精神高校生ですね。大嘘にも程がある。さあ、問題のですよ。プロ野球入りましたと。はい。プロ野球入ったら、うん。それはとんでもないことになるじゃない。知名度が全然違うわけですから。いえいえ。知名度だったら、僕甲子園行ってないし。キュンなんてあだ名もついて。うん。そんな名つく人いないですよ。野球選手でキュンなんて。先人がいるじゃないですか。誰？浅尾コーチ。あれ、キュンなの？浅尾キュンって言われてる。あ、そうなの？2世。2世でいいんじゃないですか。そういうこと、うん、キュンキュンするからキュンなの。
分からない。いや、分かるでしょ。じゃあプロって入って、やっぱどうです、はい、女性のこの。いやいや、もう女性どうこうとか全然ない。だって僕が飲みに行ってる印象どうでした？あんま行ってる印象ないですよね。でも女性からモテるのはもうそこしかないですよ。だから、もう今まで散々クソみたいなエピソード今話してるわけですから、ここしかないですよ、もうこの。みんなが聞きたい話だね。聞きたい話、うん、だってもう今だから言えるじゃないですか。基本的に僕だってゲームしてたりとか、カキ、うん、さんに今から UFO キャッチャーするから来いって言われて規制発してラウンドまで暴れ倒してる先輩を見てドン引きして言うな言うなそんなこと携帯探したら未だにあるんじゃないですか。いや、あるかな、あのひどい動画あるかな、うん、チョコレートとかどうなんですか。チョコレートとか何個もらったんですか。最大でキャンプとか数々出ないですけど、うん、なんかどれだけ集まるかみたいなのを、はいはいはい、ちょっと自分の中でやってて、うん、そりゃそうですよね。その2月のキャンプなど道具がでもまず新しくなった時に、うん、ちょっと大きい段ボールできるじゃないですか、はい、ウェアが入ってた段ボール、はいはいはい、そこにあの、まあ、賞味期限見ながらいっぱい入れていくと入れていく段ボールパンパンになった。パンパンになるの段ボールが聞いた？ふざけてるよね。引っ越しぐらいで俺段ボールパンパンなの。はい、ありがたいことにね。ああそう、それをパンパン、まあ、あのパンパンになるってだって20個30個クラスでしょ。もっとでしょ。もっと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 それを持ててないってさっきから言ってるんですよ。 4,50 個もチョコもらっといてね。もっともっと何個何個何個一箱じゃ収まらない。収まらなかった。2箱、はい、3個まあまあまあそれぐらいだったかな。一人暮らしの引っ越しやん。だからもう一回かぶせてくるやつ。本当に何そのチョコの数ですか。引っ越しの時しか箱パンパンならなかったって味しめて2回言ったんですか今。2回行ってないでいいんだよ。大事なことだね。いいというものは2回行かなきゃいけない。野球もそうっすね。サードサードとかね。そうそう。やっぱピッチャーだからアウトロスバーンって1回行ったらもう1球行かないと。そしたら打たれるのよ。ね、ツーアウトツーアウトってなぜか2回言いますからね、野球選手はね。絶対よね。あ、なんだろう。そんなもん。いや僕のなんかモテエピソードでもないですけど、まあ、だからプロ野球選手になっちゃってるから、はい、そのね、こうモテてもこうね、こうまあ付き合えなかったからね、うん、遊べなかったりするわけじゃないですか。だからこれが恐ろしいですよね。恐ろしいっていうかありがたかったですよ。いやだからもうね、それがあってプロ野球やめるってなった時に、うん、確約がなかったんですよね。別にファイターズでお仕事しますねっていう話がなかったんで、はいはいはい、僕自分からアプローチに行ったんですよ。あ、そうなんだ、はい、その話なかったんだ、はい、モテすぎてて。いや違う、そこ関係ない。こいつはモテるからやるんだ。そこ関係ない、そこ関係ない、うん、そこ関係ない。あ、じゃあそれ自分で、はい、なんて言いに行ったの。ちょっとコーチ人事が決まったぐらいの話だったのを聞いて、うん、もうこのタイミングしかないなと思って、うん、まあお偉いさんに、うん、僕がファイターズでお仕事できる可能性がありますが、はいはい、今答えてくださいって言ったんですよ。へー、それはもう次動何だったら動きたいから、はい、はいはいはい、僕も次行かないといけないんで、うん、今答えてください。ここでもう今教えてくださいと、はいはいはい、ないって言ったらもう僕明日から来る必要ないですし、ここにつって、うん、はいはい、って話をして、うん、そしたら1週間くれ、いい返事するから、あ、そこはもういい返事するから、はい、いい返事をしたいと思ってる、1週間くださいって言われて、はい、なるほど。ちなみに北海道になってもいい？住む場所がっていうのを聞かれて、はい、僕の即答で、あ、大丈夫です。はい。はい、で、それだけ。なるほどね。すで仕事することが決まって。で、今のお仕事になったっていう。へぇー。そうなんだね。じゃあ、もしファイターズでやんないってなったら、はい、何をやる予定だったの？全然わかんないです。あ、そこは別に決まってなくて。だから、ありがたいことに、いっぱいね、応援してくれて、うん、応援してくれたファンの方がいたから、うん、僕がそうファイターズでもう一回お世話になりたいなっていう思いがあったからこそ、うん、チョコレートの話じゃないですけど、はいはいはい、そういう思いもあったからこそ、うん、ユニフォーム脱いでも何かこの北海道にファイターズに還元したいなって思いがあったっていう。へえ、まあ、カットで。なんすかそのいい話はカットでみたいな。カット。敏腕編集者がカットするな。もう一回言ってください。敏腕編集者が。あ、そうですか。はい。いやー、ね、ファイターズ思いがあるということで、はい、今シーズンもね、はい、頑張りましょうね、一緒に。いやー、美味しいご飯でしたね。
いや、美味しいですね。はい、ここのお店。はい、しゃぶしゃぶレタス札幌すすきの店です。はい、こ鍋がね、一人一つずつ置いてあるんですよ。うん、黒毛和牛のしゃぶしゃぶの食べ放題は、ここだけなんです。これ入ってきた時めちゃめちゃテンション上がりましたもんね。自分の好きなものだけ食べられる。そう。それがしゃぶしゃぶレタス。じゃあ、ゆうや、今日はね、ちょっと忙しい中。はい、いえいえ、とんでもないいろんな話たくさん聞かせて。はい。ありがとう。ありがとうございます。またちょっと、好評であれば。第2弾もあるか。好評であればっすよ。好評であればね。そんな僕、安売りしないですから。あ、わかった。いや。みんな、皆さん次第でございますね。第2弾があるかどうか。コメントなどぜひ、たくさん、はい、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。一応ね、見てる方、チャンネル登録やら、高評価も、はい、していただけたら、柿さん、喜ぶと思います。ということで、また、エスコンフィールド、なり、道内、はい、各地、いろんなところでお会いしましょう。またねー。はーい。